どうも、はやです、今回は前回の続きで諏訪七香マイメロディーカフェの、グッズの開封をしていきたいと思います、よかったらね、前回の動画と一緒に見ていってください。ちょっとこれからじゃあ一個ずつね、開封していきましょう。じゃあまずこの缶バッジからね、缶バッジからいきます。でもね、7種なんでね、全7種、7種コンプリートできるかな。クロミちゃん、かわいいね。クロミちゃんが出ました。お、マイメロですね。マイメロちゃん当たりました。素顔当たりました。これでね、もう個人的には、大満足なんですけどね。スワーとクロミちゃん立ったんで、もうあとはね、コンポ狙いますか。スワーとピアノちゃんです。かわいいね。かぶっちゃいましたね。マイメロです。マイメロ、スワーとマイメロってこと。スワーとマイメロ、うん、スワーとクロミちゃんも欲しいですね。これであと2種、あと2種類で、あと4つ。クロミちゃん被りましたね。被っちゃいました。はい。スワーとマイメロ。はい。マイメロちゃん3つ目です。クロミちゃんとスワーのツーショットが欲しいな。出なかったですね。スワーとクロミちゃんのやつ欲しかったですね。これも3つ。こんな感じです。スワー、スワーは1、クロミ3、マイメロ3、スワーって感じでね。ちょっと残念ですけど、こんな感じでした。スクエア缶バッジ開けてみたいと思います。スワワとクロミちゃんです。ヤムちゃんですね。メイメロです。スワワ来てくれるといいんだけど。あー、ヤムちゃんですね。お、スワワ来ました。お、あー、かぶりましたね。クロミちゃんとスワワです。反対のクロミちゃんが来てないな。ほい、ほら、スワワとピアノちゃんです。あと3つですね。あー、クロミちゃんとスワワですね。3つ目です。あー、ピアノちゃんですね。この3つ目です。あー、クロミちゃん単体出なかったですね。一応こんな感じですね。クロミちゃんとスワワのやつが4つ、でピアノちゃんが3つ、マイメロが1つ、スワワ1つで、スワワとピアノちゃんのやつが1つで、ちょっとね、また好手でしたね。いやー、そうだな、4つもね、かぶっちゃいましたね。仕方ないんですけどね。連結アクリルキーホルダーですね。開けていきます。これ嫌ですね。このちぎっちゃわないと開けれないっていうのがね、ちょっと嫌ですけど、次いっちゃいます。まず1つ目ね、いきますね。お、すごいちっこいですね。クロミちゃんが当たりました。かわいい。すごいちっこいですよ。お、クロミちゃんですね。クロミちゃん当たりました。2つ目です。
きます。まあ、スワンは来てほしいな、はい、お、マイメロです。マイメロちゃん、はい、マイメロちゃん当たりました。ほっ、あ、これは、ま、果物ですね。はい、ピントが合わんね。結構できるんでね、まあ、いろんな組み合わせができたりするんでいいですね。はい、マイメルちゃんです。マイメルちゃん当たりました。はい、お、これは何のマークなんだろう。ここのマークと一緒だね。そう、かぶりましたね。はい、かぶっちゃいました。これで2、4、あと3つですね。はい、デザートです。あと2つか。スワンは来てくれ。スワン来い。スワン、あー、クロミちゃんです。これも3つ目ですね。ラストいきます。ラスト、さあ来てくれ、頼む。おお、さあ来ました。最後に来ましたよ。よっしゃ、これでも大満足ですね。クロミちゃん3つとマイメロ2つで、さあはゲットできました。1つで、N のマークのやつと果物とデザートのやつをね、結果こんな形になりました。あー、よかった、スワワがゲットできて。ちなみにこう、こういう風にね連結して、まあ、連結キーホルダーなんでね、こういう風に連結してね、こんな形でできたりするんで、まあ、いろんなね組み合わせをして、なんかにつけてみようかなと思ってます。これがちょっと一番楽しみと言っても過言ではないやつなんですけど、よいしょ。最後はね、このサイン入りミニ色紙かけていきます。これはランダム7種。まず1つ目ね、まず1枚目ね、マイメロとスワワですね。スワワとマイメロディの仲良しアイスサンデー、いちごトッピングのアイスが美味しすぎま、美味しすぎるか。これ、これ直筆なんかな、印刷かな、印刷っぽいな。いや、でもいいですよね、これ。すごくいいですよ、これ。はい。いいですね、これ。いいしか言ってないんですけど。とりあえずこれ、上に置いておきますね。じゃ次いきます。二つ目ね。ねえ、これはコンプしたいですね。はい。お、来たー。スワワ単体です。全部おすすめのメニューだよっていうことでね、まあ、確かにって感じなんですけど、いやー、美味しかったですね。またちょっと期間中にはいけないんでね、もうちょっといけないんですけど、できればねちょっと行きたいですね。また食べてみたいです。はい、じゃあね、3つ目いきます。あー、かぶりましたね。はい、は
イスね食べてなかったんですけどね、ちょっと寒いんでねこの時期ね、ちょっと控え抜いてしまいましたけど、確かにメニュー見たらねすごい美味しそうだったんで、あららら、ね、よかったら皆さん食べてってください。はい、で4枚目ですね、スワワとクロミちゃんですね。スワワとクロミのカラフルアイスカップケーキ、アイスとカップケーキの夢の共演、共演ってこれでよかったっけ、まあいいや、これねアイス系ですね、確かにアイス食べたかったんですけどね、ちょっとパスタだけでねお腹いっぱいになっちゃったんで、また機会があれば食べてみたいですね。個人的にはね、もうあとクロミちゃんが来てくれればありがたいですね。よいしょ。はい。おお、かぶっちゃいましたね。早速。はい。かぶりました。はい。もう行きましょう。ちゃんって書いてますねピアノちゃんって書いてます。ピアノの野菜たっぷりローストビーフ丼、美味しいし可愛いよ。これもねちょっと迷ったんですよね、迷ったんですけど、まあねちょっとパスタの方がね食べてみたかったんでね、食べたかったな。はい、まで4種ですね。ありましたね、3枚目ですね、スワワとマイメロディー、はい、かぶっちゃいましたね。はい、ほっほっ、おクロミちゃん来ましたね。クロミバーガーかわいいでしょって、ね、いやかわいかったですね。ちょっと食べるのもったいないって感じの メニューからありましたけど、ちょっとね食べては見たかったですね。どれも美味しそうでみんなおすすめですよ。はい、あとやばいね、あと2種で2枚しかないですね。もうかぶれない。はい、あツアーはかぶりましたね。いや嬉しいんですけど、どうせならコンプしたかったですね。全部おすすめのメニューだよっていうことでね、かわいいですね。はい、じゃあラストいきます。ラストやめろ。おお、かぶってないですね。お、これもスワワとピアノのワッフルサンド、フルーツ添え、ワッフルにスワワとピアノちゃんが座ってるんだよーってね。これかわいいですね、かわいいですね、いいですね。この見てる通りね、こう色紙によってねサインの大きさとかね違ったりするんで、結構いいですね。額とかに飾りたいですね。あと1種か、ちょっと残念ですね。マイメルちゃん単体が出なかったですね。6種でした。あとは最後はね最後はこのねアクリルスタンドコースターをねちょっと開けて、まあどんな感じなのかっていうのね見ますかね。これはパスに開けるのかな。こうして、これを、まあ、こうつけるだけかな。はい。
進歩ですね。こんな感じで、はい、こんな感じでねなってますね、はい、じゃあ、以上でねグッズの方は終わりです。カフェはね結構雰囲気も良くて、思ってた以上にねすごい楽しい、まあ、していただいてすごい良かったですね。もしあのツアーの月末のファンクラブイベントね行かれる人いらっしゃったら、その前とかイベント前にね、イベント後とかよかったらこのカフェに立ち寄る人も多いのかなと思ってます。まあ立ち寄る予定がないっていう人はね、よかったらこの機会にねイベント前に行ってみてはいかがでしょうか。はい、動画の方がカフェ終わるギリギリになってしまったんですが、まだ明日の12月1日までやってますので、皆さんもぜひ行ってみてはいかがでしょうか。よかったらこの動画グッドボタン、コメントお待ちしてます。もしよければチャンネル登録もぜひお願いします。ではご視聴ありがとうございました。